はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回も新しく住人の人が来てくれたので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、それじゃあ QR コードを読み取る。はい、カートさん、クール系、第一印象クール、特徴控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている、きっちり型、何でも真面目にこなすタイプ、おとなしめだけど言いたいことは言う、ルールを破ることはほとんどない。まあ、新しい住人さんっていうかね、この間までおったけどこの間までおったけど、また再び参加ということで、はい、はい、それじゃあマンション見てこう。友達マークが2つほどあるな。はい、それじゃあ、あ、怒ってる怒ってる。まあね、もうだいぶ住人さん減らしたけね、そんなに紹介とかもないかなっていう感じやけど。ノアと喧嘩しました。ノアくん、じゃあ上にあった友達マークがノアくんかな。仲直りをしてください。じゃあこのイライラも沈めてください。はい、それじゃあ特に好物とかなんもないけん、ゼリーでもいただきます。ほいほい、どうすか。結構美味しかったようです。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。好物、好物ガトーショコラとチーズケーキに挟まれてとんかつがでも甘いもの好きなんやね。ちゃんと仲直りできるかな。ノア君のこの格好に小夢さんのこの帽子合いそうじゃない？なことないかな？ガラガラになるかな？帽子の柄と服の柄。許しません。許してあげてよ。なぜ？どうしたの？そんなに深刻な喧嘩だったの？うまくいきませんでした。ダメでした。まあ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 、そういうこともあるよ。うん。あるよ。人生。そううまくいかないものですね。うんうん。まあ、でも人生でね、まあ、喧嘩自体はもしたことないし、多少なんか揉めても仲直りできんかったこととかないけど。もっといいものあげるから、これはちょうだいよ。アイスクリーム？何もいらないから、これもちょうだいよ。二人ともよっぽどそれが好きなんよね。私はアイスクリーム博士だよ。ちょっと意味がわからないわ。違うよ、アイスクリーム博士は僕だよ。何アイスクリーム博士って、アイスクリームについて研究してるの。なんかめっちゃ伸びおるけどめっちゃ伸びおったけど。あ、へえ、夜空さんノアくんじゃなかったんや、この友達マーク。しかもね、小夢さんたちよりもよっぽど怒ってる。まったく、どうした、誰相手。ありがとう、喧嘩。はるちゃん、そんな喧嘩をしそうなイメージがないけどね。普通の喧嘩ならまだしも。私は悪くないので絶対謝りません。こういう場合ってさ、この大好物とか与えてもダメなんかな。ちょ、オニオングラタンスープ渡してみよう。もうめちゃくちゃお怒りなようですけれど非常にお怒りのようですけど。いらっしゃいませ。やっぱり気づかないのだろうか、こういうのでも。でも踊るんやろ？踊らんのかな、もしかして。はい、どうぞ、オニオングラタンスープ。うわぁ。踊るんでしょ？ですよね。踊りは踊るんですよね。で、その踊りが終わったらまた、あの超不機嫌に戻るの？どうよ、どうよ。テンションのさ。あんだけ踊っといて、全然機嫌治らないのね。どうしたの？怖いよ。怖すぎるんですけど。はい、それじゃあ、ゆうとさん、入ります。あゆなのそっくりさん、ご無沙汰してます。お久しぶりです。何か卵料理が食べたいです。卵料理？
卵料理、いくらも一応卵料理な気はするけど、そういうことではなく。そういうことではなく。卵料理？卵焼き、もうそのものズバリやね。はい、どうぞ。いただきます。うち基本的にさ、卵めっちゃ冷蔵庫の中にストックしといて、そしてすごい使うんやけど。すごく美味しかったようです。買ってよかった。美味しいよね、卵焼き。お礼にこれをあげます。だし巻きがいいよ、だし巻きが。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。人と会うのは、あまり好きじゃありません。マジで？恋人も親友もおる、リア充だというのに。いやいやいや、絶対好きなはず、普通に。はい、それじゃあ、アダムスさん。アダムスさん、ユートさんの彼女やったよね。あ、こんにちは。こんにちは。別れが悩んでいるときに使う言葉は何だかな、なのですが、変えた方がいいですか？そのまんまでいいと思います。はい、わかりました。ほら、人と会うのはあんまり好きじゃないって恋人が言おったけど。以前から、妻さんは、ね、彼女の方は、友達とは違うと感じてました、うん。超パリピって感じ。こっちに合わせとんかな、もしかして。へそ出しルックやし。はい、酢豚でもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？結構美味しかったようです。よかったよかった。さあ、それじゃあ。ほら、もうめっちゃ楽しそうに踊りよるけど。はい、それじゃあ、めいちゃん、入ります。どうも。どうもです。どうもです。新しい服が欲しいです。お、新しい服、何がいいかな？この部屋やったらね、結構、スヌードマフラーぐらいでもいいかと。はい、どうぞ。子供が旅立ったけん、また夫婦水入らずでね。楽しそうだわ。あ、この場所にはめちゃくちゃ合う。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。明日から頑張ろうと思います。え？明日やろうはバカ野郎なんだよ。はい、韓国冷麺でもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？結構美味しかった。そしてボリューミーなんやろ。ボリューミーなんやね、だいぶ。はい、それじゃあ。一応今回新しく入ったカートくんのところにも行っておこうか。腹減った。腹減った。これはあれなんかな？記憶はどうなの？カートです。あ、やっぱ記憶はなくなっとんや。真面目な男です。大丈夫？この間まで鮎の島にいたんだよ、君。寝る時間が大体決まっています。ちょっと前までいたのよ。はい、コーンスープでもどうぞ。いただきます。あれでもカートくんってずっとこの格好じゃなかった？違ったか？なんかこんな感じのイメージあるよね。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？お、遊びましょう、遊びましょう。一人で絵合わせ。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな？はい、スタートー。そっか、一人だ。サナです。ソーセージです。牛です。あれ？当たり。お、やったね。サナです。当たり。これは。紙おむつです。メイジャンです。こっちか、紙おむつは。メイジャンです。違った。当たり。全然違った。ラーメンです。ラーメン。紙おむつです。うわ、なるべく、紙おむつ当たり。ハートの消費を抑えたかったんだけど、カップラーメン当たり。難しかったわ。あ、カップラーメン隣にあげればよかったね。まあ一応クリアしたから。イエイ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいの。お宝、ホテルのアメニティをもらいました。ありがとう。じゃあまあこれからもね、またカートくん、よろしくということで。部屋もあのまんまやったよね。なのに記憶だけ失って帰ってきたのね。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。
じゃん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 入れてって。じゃ募金してくれる人が減ったからね。今日は 25,610 円集まりました。ありがとう。そして昼一。誰にでもよく似合うパーカー短パンだよ。まあね、男の子でも女の子でもいけそう。まあ女の子が来たらちょっとボーイッシュな感じになるけど、でも良さげ。はい、そしてミーニュース見てこう。こんにちは、正午のミーニュースをお伝えします。お願いします。本日小夢さんが、小夢さん誕生日マジで、あゆなしのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。おめでたいよ。ハッピーバースデーツーユー。いいねいいね、ちゃんと奥さんのキャンディーさんが参加して。ハッピーバースデーディアコインメ。ハッピーバースデーツーユー。みんなでお祝いや。おめでとう。おめでとう。ありがとう。声に出すのがいいよね。マジのミーに聞きました。喜んでいられるのも今のうちですよ。何怖い。小夢さんも今日だけは主役ですね。どうしたの、はい、小夢さんなんかみんなに恨まれてるの。何があったの。怖いんですけど、みんなが。はい、それじゃあ、お、友達マーク増えた。喧嘩会。あ、黒影さん。違う、喧嘩じゃない。犬との戯れが。いざ、参る。さあ、どうした。ノドラとハルちゃんが喧嘩もしたままです。なるほど、仲裁に入ってくれる。仲直りさせてあげてよ。ふんふんふん。怖いよ、絶対当たったら痛いやん、あんな。どうよ。てかさっきからコマしか投げてなくない？なんでそんなにいっぱいコマ持ってんの？仲直りできる。ここは黒影さんに免じて。と、どうでしょう。おー、よかったー。黒影さんナイス。ナイス。仲直りさせることができました。なんか、いいことした気分です。うん、いいことしたよ、したよ。レベルアップ。はい、それじゃあ服着替える。カーデとサルエルパンツでどうぞ。服、カーデ、サルエルパンツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いい感じ。わしからのお返しです。ほいほい。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。めっちゃもらいまくる。実用品、ブランコをもらいました。ありがとう。今日は何かいいことありそうです。お、マジで？今、ルンルンで過ごしよるけんね、黒影さん。いいことだわ。マナリさんのところに行ったっぽいけど、夜空さんのことを報告しに行ったんかな？お、ともちゃん、入ります。どうもです。どうも、どうもです。友から怒ったときに使う言葉は、もう、なのですが、変えた方がいいですか？そのままでいいと思います。はい、わかりました。はい。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、テニスラケット。はい、どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。部屋に猫が来たんです。そのまま自分の猫にしちゃいたいです。いいと思うよ。あ、でもレンタルやけんね、なんかもうちょっと高い金額とか払って買い取ればきっと大丈夫なんじゃないかと思うけど、どうすか。まあまあ美味しかった。なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。間違えたタイミング。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、ってことで、今回またカートさんがね、出戻りっていう形になって記憶を失って帰ってきたわけだけども、別に今まで入ってた人でも、私実はまだずっと見てますみたいな人は、全然大丈夫です。